今日は同じで。ペタってのはよくね。でもですよ。完全なところを取ろう。まずは。思ったら安全みたいなのない。少しさ。いやムカつくよな、ほんとムカつくよ、マジで困るわ。困るわ。でも後ろ向いて斧を多分あって言ったらいいだと思うんだけど、やる練習しねえとダメやねって。マジで。仕方ないけど。フェイス練習でやってるんだから、別に。うん。フェイス練習なんだよ。別に、フェイスのパークつけてるし、イラッとは来てない。誰もいねえのか？マジでこいつどうなってんだよ。お前回復しろよ、マジよ！お前回復しろよ、マジよ！お前回復しろよ！マジでこういうのムカついてくるよな！今のてめえ状況見てってんのかてめえよ！お前マジか、こいつよ！お前マジか！マジかこいつよ、この野郎、てめえ自分のことしか考えねえで、最悪だよなこいつよ、このクズプレイヤーよ、クズ野郎よ、マジでもう許されねえ行動だよな、あいつの野郎。どこでつけてるこいつ、
マジでムカつくわ。もうあれだよな、メグだけだときつかったか。この野郎よ。マジでムカつくぞこいつよ。今こんな事態でも能天気に発電機回しやがってよ。あんやろ、マジでムカつくわ。こんな状況でも回復は入れねえ役立たずよ。マジでムカつくよな、こういうクズプレイヤーがよ。頭いかれてんだろ、この状況で治療してくれないで誰か狙われてる状況も見て、行かれてるにも程なんだろうよ。この発電機回してどうなんだよ。その発電機が回ったのでどうなんだよ。マジで呆れんだろ、救助も来ない。マジでムカつくぞこいつだけは。行ってこいよ、もう無理なら俺は行かないからな。行きたいけど。こんなに発電機が大事なんだろ、チーム状況を考えないで。クズすぎんだろ、他の人が。本当にさ、こいつクズすぎて言葉出ねえよ、このレベッカのやつ。マジでもう、クズすぎて。限度があるだろ。発電機がろくに回ってない状態で、不祥なやつに回せて頭でいかれてんだろ、まず。状況もできて見えてねえのか、遠距離で。斧持ってるような相手で。あれで治療してればよかっただろうよ。治療すれば早いだろうよ。で、二人で回した方が。マジでイカれてるよな。あんな発電機でさ。マジでもうこのレベッカ使いってもう人間性がもう終わってる。もう勝手にしろ、お前のためにはやらない。もうメグを助けたかったけどこれじゃ助けられない。マジで勝手にしな、自分でやれよ。助けに入らねえからこんなやつは。クズ野郎は助けない絶対に。限度があるんだろうよ、斧持ってる相手で。発電機が1台目か2台目で、1台だったか2台目で、治療してくれって言ってんのに治療しねえやつってよ。あんなのどこにいんだよ、まずよ。行かれてるにも程なんだろうよ。行かれてるよ、もう絶対に。
これゲート近い。やべえな、おい。じゃんもう。コムリ。ダブル。これ。じゃあデッドバロアイスーパーエース最高のプレイヤーエースこれがヒロじゃスーパーエース間違いない心ナンバーワンこいつは通報レベッカに謝れレベッカはそんな人間じゃないレベッカ使いをもうやめちゃえもうやめしまえもうレベッカに失礼だ人命救助優先しないやつなんて他人の気持ちを考えられないレベッカなわけじゃない違うキャラクターを使っとけ失礼極まりないレベッカに会ったのはやっぱりヒロちゃん